NTT は大容量で低遅延の次世代の通信技術を来年3月から一部で実用化すると発表しましまた。こちらの装置を使って遠く離れた場所にある手術ロボットを操作することができます。 同じ場所にいるようなコミュニケーションもできるということです。また、仮想空間メタバースでは、映像や音声だけでなく、歩いた時の足の感覚なども再現できるとしています。いずれも現在のインターネットより伝送容量が125倍大きく、200分の1の低遅延の次世代通信基盤、アイオンを活用したもので、は。 来年3月から一部で実用化すると発表しました。